したの、ケリー。ああ、なんでもないよ。それじゃ、俺は行くよ。頑張ったね、テリーこれでよしテリー、動いてみて大丈夫みたいだ。ありがとう、アンバーよかった。だけど、何日かゆっくり休んだ方がいいわ。そうだよ。仕事をしっかりするには元気でいないとね。うん、元気になるまでちゃんと休むよ。ところでヘリー、君はもう大丈夫なの？うん、この通りさよかった実は僕、もうレスキューチームに必要ないのかなって心配だったんだ。え？何を言ってるのさ。君のいないレスキューチームなんて考えられない。そうさ。本当？もちろんさ。だからこれからは体を大事にするんだよ。そんなこと言われるとなんだか嬉しいな。綺麗になった。ありがとう、ジン。どういたしまして。さあ、次はロイよ。うんすぐに綺麗にしてあげる。頼むよ。今度はアンバーの番ね。ジン、それは赤いペンキだよ。そうよ、ピンクを作るには赤い色が必要なの。見てて、この白いペンキに赤いペンキを混ぜると、さあ、じゃじゃん、ピンクになったでしょ。うわ、ほんとだねじゃあ始めるわよ。さあ、できた。ありがとう、ジン。じゃあ、僕の番だヘリーには緑色を塗るから、黄色いペンキに青いペンキを混ぜればいいわ。さあ、できた。それじゃあ塗るわよ。ペンキがなくなっちゃった。黄色いペンキはもうないのよ。まだ塗り終わってないのに。そうね。大丈夫、ペンキ屋さんにまた頼めばいいんだから。わかりました。じゃあ、ペンキが用意できたら連絡ください。ねえ、どうしたの？困ったわ、ヘリー。今日はね、黄色いペンキを使う人が多くて、もうお店にないんですって。じゃあどうしたらいいんだよ。残念だけど、明日まで待つしかないわ。
明日？じゃあこんな体でパトロールに行かなきゃいけないの？僕やだよ。見て見て。あ、来たよ。スクールビー。やあみんな。わあ。スクールビー、どうしちゃったの？体に白いペンキがくっついて汚くなって、だから全部真っ白に塗ったんだ。かっこいい？おかしい、お化けみたい。え、お化け？はい、レスキューチームのジンです。本当ですか？すぐ取りに行きます。ありがとうございます。ヘリー。何？黄色いペンキが届いたって。本当？うん、思ってたより早く届いたみたい。取りに来てって今電話があったの。万歳。じゃあ取りに行ってくる。やっほー。はぁ、お化けなんて。僕そんなにおかしいのかな。ちょっと見てみよう。なったら早く黄色いペンキを手に入れなくちゃ。タイヤが挟まっちゃった。どうしよう、誰か助けて。黄色いペンキを手に入れたぞ。早く帰って塗ろうっと。助けて、誰か助けて。誰だろう。うわ、スクルビー。ヘリー、びっくりした。一体どうしたの？黄色いペンキが届いたの？うん。ヘリーはきっと喜んでるね。今頃ウキウキしながら帰ってきてるわ。ん？あ、ヘリーじゃない。ヘリー、どうしたの？スクールビーが郵便局の前の川に落ちたんだ。映像送るね。了解。助けて。スクールビー、体が真っ白じゃない。どういうことなの？話すと長くなるから早くスクールビーを助けに来て。了解ヘリー、すぐに出動するよ。大丈夫、スクールビー、助けてあげるよ。みんな、後ろのタイヤを調べて。ポリー、こっちよ。石をどけてあげる。いいわよ。状況はどう？やっぱりスクールビーを持ち上げて動かした方がいいわ。ここは石が多いから。ロイ、スクールビーを持ち上げて動かそう。了解。そっちはいい？オッケー。よし、力を合わせて。1、2、3。気をつけてね。それで体を真っ白く塗ったの？ペンキだらけだったのが嫌だったんだもん。その気持ちわかるよ。とにかく早く元の僕に戻らなくちゃ。そうしないと子供たちが乗ってくれないんだ。大丈夫だよ、ここに黄色いペンキがあるから。僕らがちゃんと元通りにしてあげるよ。みんな手伝ってくれる？もちろんさ。ほんと？ありがとうみんな。さあ、黄色いスクールビーに戻してあげましょう。任せて。さあ。くすぐったい。じっとしてスクールビー、綺麗に塗れないじゃない。わかった。
いいわ、ヘリ。じゃじゃーん、これで完璧だよ。うん、元の君に戻った。よかった、ありがとうみんな。どういたしまして。ねえジン、僕たちまたペンキだらけになっちゃった。心配いらないわ、私がまた綺麗に塗ってあげる。今度はヘリーから始めるわ。本当？やったー。あ、でもどうしよう。何？黄色いペンキがまたなくなっちゃった。じゃあしばらくこのままなの？うわ、ペンキだらけのヘリーって呼ばれちゃうよ。はい、1、2、3、すごいわ、みんな新記録よ。本当、練習の成果が出たね。そうだね、とにかくすごい成績よ。私はさ、こんなのつまんない。僕も車輪があったらいいのにな。これさ、これ欲しいんだろ。そうだよ、これをずっと探してたんだ。そうだろ、持っていきな。本当にもらっていいの？ただとはいかないが、こんなのはどうだい。これをプロペラと交換しよう。僕のプロペラ？いいかい、僕は世界中を旅してきたけど、一つだけ行っていない場所がある。そらさ、そう、つまり長年の夢なのさ。君のプロペラがあればその夢が叶うんだ。さあどうする、やるかい？わかった、プロペラはあげるよ。ジン、まだヘリーは見てないの？まだよ、そんなに心配しないで、どうせすぐ戻ってくるわよ。みんなただいま。ほら言った通りでしょ。ヘリーどう、気に入った？これどうしたのよ、プロペラはどこへ行ったの？言えないね、秘密なんだ。秘密って何よ。ちょっとどこ行くのよ、ヘリー。ねえ待って。これは思っていた以上に楽しいや。ヘリー大丈夫？多分後ろの羽を壊しちゃったかもしれない。え、ヘリー、なんてこと。これでまだ痛む？ジン、怒ってるのは僕のせい？当たり前でしょ、すっごく危なかったって分かってる。でもさ、ジン、君がこの車輪を直してくれたら僕もみんなと同じようにレースができるんだ。ヘリー、話を聞いてる？また怪我するだけよ。次は空も飛べなくなるわ。あなたはヘリコプターであってレースカーじゃないの。分かってるよ、でもみんなが楽しく地上を走っている時、僕はいつも空で一人ぼっちなんだ。ジン、君はどうせ分かりっこないよ。痛い。ほんと、もうプロペラがあったら簡単に起き上がれるのに。おお、飛んだ。嘘みたいだ、本当に飛んでるんだ。やっほー、みんな見てくれよ。なあ、俺夢でも見てるのか。行け。いや、現実だな。おお、え、ベルおばさん、キャンプが空を飛んでるみたい。嘘。やあリフティ、それにベルおばさん、今日はいい日ですね。ははは、今日は一体何が起こってるの？キャンプ、降りてきなさい。そんなの危ないわ。そうだよ、怪我しちゃうよ。大丈夫さ、心配込むよ、もっと高く飛ぶよ。おおほほー。助けて、誰か。ゴー。あ、キャンプ。
それってつまりヘリーはプロペラが来るまでこのままの姿ってことかい？そう、プロペラがなければヘリーは飛ぶこともできないし変形することもできないわ。あんまりだ。それはそうと、誰が車輪をくれたの？キャンプだよ、プロペラと交換したんだ。そうなの？キャンプもキャンプよ、呆れるわ。とにかくもうすぐ代わりのプロペラが届くわ。それまではおとなしくね。あら、ベルおばさん、何かありました？ジン、キャンプが変なプロペラをつけて空を飛んでたの。そしたら倉庫の屋根に落ちちゃって、今すぐに来てちょうだい。ええ、わかりました。いいわね、すぐに出動の準備よ。わかったよジン、すぐに用意するよ。今にも落ちそうだよ。アンバ、レスキューマットを敷いてくれるかい？ロイ、クレーンを用意してくれ。了解。近づけない、屋根が壊れてしまう。このままじゃ落ちるかもしれない。ヘリー来てくれ、キャンプをクレーンにつないでほしい。了解。大丈夫よキャンプ、ロイゆっくり下ろして。わかった。ほらキャンプ着いたわ。やっと地上だ。はあ、いつもの4人が揃って嬉しいよ。うん、ありがとうヘリー。はい、かすり傷で済んだのは奇跡よ。ああ、もしヘリーが来てくれなかったら大怪我をしているところだったよ。本当に悪かったよ、ごめんねヘリー。そんな、元はといえば僕のせいだ。こんなことになって本当にごめんね。いいんだよ、私たちもヘリーの気持ちに気づけなかったわ。そうさ、実を言うと空を飛べるヘリーのことがいつも少し羨ましいんだ。おかしいね、最初はみんなと一緒が良かったけど今はこの姿が一番好きなんだ。同感さ、僕も地に足をつけて生きていくよ。やっとヘリーはヘリーに、キャンプはキャンプに戻ったってことね。そうだね、もうプロペラがないのはコリゴリさ。僕は空を飛び回りたいよ。やっほーい、誰よりも高く飛べるんだ。やっほーい。疲れたな、ボール遊びはやめようって言わなきゃ。おい、ボール遊びはもうやめよう。キャップ、おかえり。ボールを取ってよ。もうやだ。キャップ。行ったり来たりで疲れちゃったよ。汚れが落ちるようにしっかり洗わなくちゃ。よいしょ。方向が違います、動かないでください。嫌だね、もう一回洗うんだ。
もう一回、よく洗うぞ。動かないでください。動かないでください。動かないでください。どうしたのかな。故障しました。マシンが止まります。マシンが止まります。外に出てください。もうちょっとで終わるんだよ。なんか狭くなってきた。マシンが止まります。マシンが止まります。うわー、全然動けないよ。助けて。ドアが閉まります。ダメ。ああ、ダメだよ。助けて。いいぞ、入ろう。行こう、アンバー。ええ、キャップ、大丈夫？ポリー。アンバー、キャップを助けるんだ。了解。誘い出して、これで気をつけて助けてね。キャンプとベローバさんも手伝ってください。え、じゃあ始めよう。みんな、うまくいくといいけど。よかった。お願い、出てきて、お願い。おお、な、ポリー、君の頭にイモムシが。え、僕の頭に。ポリー、捕まえてあげる。じっとしてて。ま、待って、ロイ、僕がやるよ。君は一体いつから虫が怖くなったんだい？それは前に木の上の猫を助けたら、たくさんのイモムシが落っこちてきたことがあって、多分その時からだね。それで虫が怖くなっちゃったのね。うん。だけど虫たちが私たちに迷惑をかけることは少ないわ。それに成長してかっこよくなることもあるし、このイモムシもかっこいい虫の子供だって思えばそんなに怖くないはずでしょ。うん、実はこのミッションのおかげで平気になった気がするんだ。がっかりだ。虫のことでポリーをからかえると思ってたのにな。じゃあもう虫が怖くなくなったんだね。ん、ポリー、君の頭に。え、どこどこ。なんだポリー、まだダメみたいだけど。え、僕をからかったのかい。ひどいじゃないか。え、ヘリーの誕生日？もうカレンダーに丸をつけておいたのにすっかり忘れてた。メアリーとヘリーの誕生日は同じ日だって分かってたのに。今から内緒でパーティーを準備したらどうかな。だけどあんまり時間がない。じゃあ町のみんなに協力してもらいましょうよ。それはいいね。そうすればきっと準備もすぐできるよ。どうだいロイ。いいね、やろう。みんなで頑張ってパーティーの準備をしましょう。さあみんな出動。どうして真っ暗なの？ポリー、アンバー、ロイー、みんなどこだろう。あー、ヘリー、そ
プーキン、どうしたの？ヘリー、スプーキン、しっかりして。じゃじゃーん、おめでとうヘリー。ふーってして。ありがとう。じゃじゃーん、はい、これプレゼントよ。うわー、僕に？もちろんよ。なんだろう、気になるな。開けてみてよ。うわー、ドキドキするな。また。みんな目をつぶって。特別なプレゼントだからまだ見ちゃダメ。いいわ、みんな目をつぶりましょう。じゃじゃーん、特製のライト付きプロペラ。これをつけてればもう誰もヘリーの誕生日を忘れないわ。どう？何？プレゼントが気に入らない？違うよ。みんなありがとう。だけど僕はプレゼントなんてなくていいんだ。ん？みんながいてくれればいい。何よ、やっぱりプレゼントが気に入らなかったのね。違うよ、気に入ったってば。私たちみんなヘリーが大好きだから、ずっと一緒にいましょうね。ヘリー大好きだよ。今日は人生で一番幸せな日だよ。やっほー。みんな本当にありがとう。あともう少しだ。もうちょっとだったのに。ちりとりも中に落ちちゃったよ。みんな、これを使うのはどうかしら。いいぞ、その調子。意外と難しいわ。もう手はないの？いや、2つ残ってるよ。どんな？1、ジンに正直に言って新しいプレゼントを用意してもらう。2、ジンに正直に言って取る方法を考えてもらう。ああ、どっちもダメだよ。ジンに知られないようにしたいんだから。ジンに知られたくないって。ジン、おかえり。もう掃除は終わってるだろうと思って見に来てみたんだけど、何を隠してるの？それはごめんなさい。惑星のボールがかっこよくて遊んでたらタンクに落としちゃった。ヘリーはブルナーのプレゼントって知らなくて。僕たちで頑張ってボールを取り出そうとしたんだけど。みんなじゃ無理よ。こんなことだろうと思ったわ。どいて。ヘリー、栓を回して水を入れて。取れた。すごい、思いつかなかった。簡単なことよ。ボールは水に浮くって知らなかった？慌てちゃってそんなことを考えもしなかった。そうよね、もっと落ち着いて考えれば分かったことなのに。だけどジン、本当にごめんね。いいのよ、代わりにボールをきれいにしてくれる？もちろん。僕のプレゼントを買いに来たのかな。ああ、出てきた。二人とも。ブルナ。やあ、ここで何してるんだ。あ、もしかして惑星のボールセット？マックス、僕のプレゼント買った？そうじゃない、何も知らない。僕もう行かなくちゃ。ねえマックス、どこ行くんだよ。おーい、ブルナーに気づかれたんだな。お店を出たらいたんだ、何も言えなかったよ。困ったな、プレゼントがここにあるって分かったらブルナーは誕生日が来る前に開けてしまうぞ。今年は秘密にしなきゃ。去年はパーティーの前にブルナーにプレゼントが分かってびっくりにならなかったからね。土の中に深く埋めたらどうだ。隠すんだ。
ダメだと思う。どれだけ深くても見つかるよ。ああ、思いついた。隠すのに完璧な場所があるぞ。完璧な場所？そうだ、みんな近くに来てくれ。隠すのに完璧な場所っていうのはな、実はあのプレゼントを隠す気だな。隠しても無駄だよ。あったぞ。うん、届きそうだけど、の、な、誰か僕を助けて。誰か。おいおい、一体何事だ。落ち着いて動かずにじっとしているんだ。わかった、頑張るよ。ヘリー、井戸の中を見てくれる？うん。上の方にいるけど逆さまだよ。早く助けよう。ヘリー、そのままブルナを見てて。了解。ロイ、アンバー、救出するぞ。うん、うん、ロイ、いいわよ。よし、引き上げるぞ。いいぞ、しっかり。ありがとう。ブルナ、大丈夫？うん、クラクラするけど平気だよ。無事で本当に良かったよ。じゃあ、ブルナへのプレゼントを隠そうとしてこんなことになったんですか？そうだ、誕生日にブルナをびっくりさせようと思ったんだ。先に知られたくなくてな。ごめんなさい、ちゃんと待つべきだったよ。プレゼントが落ちちゃった。だから僕何も言えなかったんだよ。ポリ、井戸から取り出す方法はないかな？あります。本当？浮かんできたわ。おお、すごいね。取れた。はい、どうぞ。やったー、ブルナの誕生日プレゼントが戻った。ありがとう、みんな。いいえ。じゃあ、プレゼント開けてもいいよね。だね、今開けたら楽しみがなくなる。ああ、ブルナ、頼むから我慢してくれないか、もう少しだけ。うんうん、誕生日には開けるんだから同じだろ、開けさせて。はあ、分かった、開けてみろ。うわー、惑星のボールセット。ジンは少しがっかりするかもね。そうだ、ジンも同じものを用意してた。え、ジンも僕に惑星のボールをくれるの？やったー、最高の誕生日だ。おい、ブルナ、本当に使うんだろうな？もちろん、プレゼントはいくつもらっても嬉しいよ。やったー、惑星のボールセットが2つだ。ヘリー、みんな、ここだよ。惑
ツ、怪我はないかい？大丈夫だけど、すごく苦しいんだ。ちょっと待ってて、すぐに出してあげるよ、うん、リフティは安全なところにいてね。うん。ロイ、僕と上の岩を持ち上げよう。ヘリーとアンバーは下の岩を押さえてて。了解。準備はいいかい？うん。よし、始めるぞ。1、2の。引っ張って。もう少し上げて。任せろ。ヘリー、もっと強く引っ張りましょう。わかった。1、2の。さあ出て。うわあ、すごいな。さあできた。マックス、これからはもうこんな危ないことしちゃダメよ。そうさ、リフティがいなかったら大変なことになってたよ。うん、もうこんな危ないことはしないよ。ありがとう、みんな。ありがとう、リフティ。僕の方こそ役に立てて嬉しいよ、ポリー。僕やっと新しい友達を作る勇気が湧いてきた。僕ね、もしかしたらみんなを誤解してたかもしれない。ああ、君が仲良くなりたいって思えば誰とでも友達になれるよ。ああ。きっと夜にはブルームズタウンのみんなが君の友達になってるはずさ。それどういうこと？今は内緒。さあ、それじゃあ今からリフティの歓迎パーティーを始めます。いらっしゃい、リフティ。みんな、本当にどうもありがとう。早くパーティーを開けばよかったのに、ごめんね、リフティ。うわ、そんな謝らないで。パーティーを開いてくれるなんて思わなかったよ。これからは僕たちが喧嘩ばっかりしてると思わないでね。ああ、僕たちも喧嘩は嫌いさ。あとね、僕に会いたかったらいつでも広場に来てね。うん、わかった。そうだ、僕ね、マックスを悪い人だって誤解してたんだ。待ち外れを通して。リフティ、すごく楽しそうだね。うん、退屈してる暇がなくなるわ。ああ、俺が退屈するかもしれない。とにかく本当に良かった、リフティに友達ができて。しかもすっごくたくさんね。そうだね。